本日は東京ビッグサイトで開催中のここプロダクトで2015の会場で取材をしています。そして今ですね、このデプロという会社さんもですね、この小型製品装置で猫TIO というのを立ち上げて、これはですね、一応コピー用紙ですね、印刷されたコピー用紙を、この中にあれ、印刷されたものはですね、どこに挿入するわけですか。挿入するのはここですか。ここですね。あ、ここですね。じゃあコピー用紙の大体、B4 から、B5 まではそうですね、ここの中に入ればどんなもので、この中箱ですね、箱になってますので、箱になってますからね。で、この中に入ったものがですね、一旦こうやって、水で溶きほぐすんですね、これ、はい、こういうふうにかき混ぜてかき混ぜて、ドロドロにします。ドロドロにして、それからまあこういう格好に必要になったものがですね、泡の溶かれたものが固まって、はい、ああいうゴミ、それから、こちらの方にこれ行くわけですね。これは、連結されてませんが、こちらの方に、流れて、今度はここで紙をすくと、紙すくと乾燥とカットして紙が出てます。あ、そうですね、はい、これだけがパックじゃなくてですね、あれ、どこまでが一緒だったのか、この一連の作業はここがこの、離れてますよね。はい、離れてます。離れてるのはホースと電気の線でつながってます。あ、そうです、はい、これだから一つの、そう、じゃあこの隣ゴミがですね、どこからこちらの方に入るんですか。隣ゴミは隣のゴミですので、隣ゴミが落とされた綺麗な繊維があそこのホースを伝ってこちらに来ると。あ、そうだ、それで最終的にですね、こういう両面真っ白なものに必要になって、で、こう乾式ですよね、はい、乾いた感じで A4 となって出てくると、そうです、いうことですか。投入してから製品になるまで大体何分ぐらいですか。2時間で1枚目の紙が出ます。2時間でね、で、あとは連続的に14秒に1枚ぐらいのペースで。あ、そうです。この製品が250。あ、そうです、はい、こういう製品はですね、もう世界中といいますか、各国でも開発されても実用化されてないですね。いやー、もうほぼお宅の、ね、あ、そうです、お宅の会社がね、はい、うん、我々が5年前から5年前ね、はい、4年前から合わせてという、これはじゃあ大きさもですね、5年前の頃からもうだんだん、そうですね、5年前の頃から 35% ぐらい大きさが小さくなっております、はい、現在発売中のものはこの大きさなんですね。そうです。で、実際にも、何社かに導入されてると、テルモさんとかね、こうクレアさんには導入されてるわけですか。はい、これはなかなか優れものですよね。こういうもう完全にですね、印刷されたコピーの場合はこうやって再生できると。他の、新聞紙とかですね、雑誌とかあと、いう場合にはまだできないですか。そうですね、そういうのはやられずに、やはりこのオフィスの紙からオフィスの紙を作るっていう。あ、そうですね、はい、これがですね、福田さんの使用済みコピー用紙の再生を初めてやったのです。そう、違います。